富山アメリカ文化院放火事件は、1982年3月18日、韓国の第二の都市である、富山直轄市にあったアメリカ合衆国広報文化交流局アメリカ文化院に、反米主義者の学生たちが放火した事件のことである。1982年3月18日午後2時頃、富山直轄市中区大長路にある、富山はアメリカ文化院で火災が発生した。 文化院の1階は全焼し、文化院の室内にいた大学生1名が焼死したほか、3名が負傷した。そして、火災発生した直後、文化院の周辺で、公衆事件を武力弾圧した全都艦政権の打倒と、同政権を支援するアメリカを帝国主義者と断定し、追い出すための反米闘争を呼びかけるビラ数100枚が、何者かによって巻かれた。 警察は、この火災が、反政府運動を行っていた学生の一部左翼分子による放火事件とみて、大規模捜査を開始した。事件発生から14日目の同年4月18日、主犯の文夫職と女学生の2名が、警察に自首した。彼らの自首によって、放火の共犯者3名とビラ散布者3名、反米反政府を目的とする学習会に参加した3名が、 逮捕された。さらに翌15日、1980年5月の公衆事件で指名手配された学生も主犯者ら2名を教育扇動したとして逮捕された。また4月5日には主犯者らをかくまっていたシンプラ4名も犯人隠匿などの容疑で逮捕された。この結果、同事件で検挙された被疑者は15名となり、彼らは国家保安法、改言法、 現住建造物放火致死傷、集会及び自衛に関する法律違反などの容疑で起訴された。1982年8月11日の判決公判で、富山地方裁判所は、文夫職ら2名に、死刑2名に、無期懲役、その他の事件関係者に3年から15年の懲役刑を宣告した。また指名手配犯をかくまった新婦には、懲役三年、 資格停止3年の判決を宣告した。その後、テグ高等裁判所を経て、翌1983年3月8日の応募員における上告審判決公判で、被告人全員の上告を棄却し、被告人全員の刑が確定した。だが、判決確定から1週間後の3月15日、全都間大統領の特別斜面で、文夫職ら2名を死刑から、 無期懲役に原型した。一般市民を巻き込んだ放火という形の運動手法に対しては運動権の一部からも批判が上がり、一般市民からの幅広い共感をもえることはできなかった。しかし、この放火事件の頃から、韓国の学生運動は従来までの反政府、民主化運動から性格を変え、体制そのものの変革を目指す運動へと変化し始めた。 ありがとうございます。